どうする家康でどうなる毛利の第3弾でございます。生きてた世代もそれから勢力圏の場所も地理的にも全く異なります、徳川家康と毛利元就なんですが、意外な共通点がたくさんございます。その中の一つとしまして、今回は同盟者は時代の最先端ということで、どんな大名家と同盟を組んでいたのかということを、そういう視点から今回動画を編集しております。今回から毛利元就編です。安芸国の黒人領主毛利氏は大内氏と尼子氏の勢力の境目で、両者の動向を伺いながら生き残りを図っていました。青年時代、尼子氏の配下となっていた毛利元就は、大永3年に行われました鏡山城の戦いで一番の功績を収めましたが、総大将尼子恒久は元就が鏡山城を落城させるために城型と取り交わした約定を反故にし、また元就の功績を認めず恩賞を与えなかったというふうに言われています。元就は尼子氏への不信感から尼子方から離反、大永5年には大内方に転じました。天文6年、元就は嫡男高本を大内義隆に人質として差し出しました。元就は嫡男を人質に差し出したことで、義隆から絶大な信頼を得ることができました。以降は安芸備後の黒人領主の中心的存在となり活動しました。はい、嫡男高本が人質になったわけですが、高本が向かった大内家とはどういった大名家だったんでしょうか。次回以降の動画で説明したいと思います。